侵入者か。お前タルタロスの人のギルドで好き勝手やってもらっては困るな。あたりの温度が下がった。寒いよ夏。お前だな、太陽の村の氷を溶かしたのは。お前があの村を凍らせたのか。いや感謝してるぜ。あのままじゃ罰が悪かったしな。どうやら俺の勘違いであの村を凍らせちまったらしいんだ。お前なんだか知ってる奴の匂いに似てるぞ。グレイ。ナイツ。汚らわしい名前を出すなよ。どうしよう、みんなに伝えなきゃ。猫はどこ行った。まあいいか。夏、起きて夏。ああ、リサーナ、ここ、お前も捕まっちまったのか。うん、全然覚えてないんだけど。ここにはエルザとミラもいるはずだ。なんとかして助け出さねえと。エルザとミラネーも？どうしよう、多分エルフ兄ちゃんも捕まってる。私たちがこんなに次々やられてくなんて。今回の相手今までとは全然違う。違わねえ、必ず勝つから。まずはここを脱出するんだ。ナッツ、無駄だ。お前立場上逃がしちゃやれねえが差し入れだ。水？冷たい。おい待てよ、お前何者なんだ。ナッツ、あいつグレイと同じ匂いがするんだ。ナッツ、まさか。チックショー！あの火の玉と青猫だけは許さへんで、必ずぶち殺したる。やかましは！誰やお前。これが力がみなぎってくる。新たな仲間っちゅうわけか。自分を責めるな。アジトの情報を教えてくれ。あいつらのアジトは移動してるんだ。変な四角い島みたいな。ハッピー、大体の場所と向かってる方向はわかる？オイラ向こうから来て、あっちに動いてて。任せて、私が敵の進行経路を計算する。必ず場所を突き止めてやるから。おお、レビーに任せて他の者は出撃準備じゃ。オイラ
ナイツを置いてきちゃった。違うよ、みんなを助けるために最善を尽くしたでしょ。はい。エルフマン、無事だったのか。リサーラが捕まった。俺がついていながら。お前のせいじゃねえ。情けないね。妹取られて敵も追わず帰ってくるのかい。カナさん、見失っちまって。見失う？リサーナを連れた敵にビーストになれるあんたが追いつけなかったっての。いい加減にしろ、カナ。だってさ。すまぬ、少し休ませてくれ。らしくないよ、エルフマン。どうしちまったんだ。リサーナを返してもらうため、俺はこのギルドを破壊する。エルフマン、あんたやっぱり様子がおかしいよ。なんだい、そのラクリマ。来るな！ちょ、エルフマン！邪魔をするな！邪魔をするな！邪魔をするな！爆弾！ほら、フェアリーテイル！操られているのか？このままじゃ。エルフマン、目を覚ませ！フェアリーテイル、赤い。破壊、破壊。畜生、悪く思うなよ。カードか。破壊、破壊。爆弾もカード化できてよかった。敵の場所が特定できた。見つけた。ハッピーが脱出した時はボスコ国境付近にいた。速度と方向から推測して、今はこの町の上空。向こうから来やがったか。夏たちを助けに行こう。はい。ここがタルタロスか。お、早速来やがったな。行くぞ。フェアリーテイル、出陣！ギヒ！あの男しくじった。杏花様の前で恥をかかせるなんて。元議長様、ジェラールが見つかったのですかな。議長様に。厳重に隠蔽されてた鍵がこうもあっさり譲渡できるなんて信じがたいですな。本当かな。ではこれで封印が解けるということか。あらら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 。キューブも反応している。フェイスの封印が解かれた。座標は出現予想地点とはかなりずれてますな。
構わん、起動させろ。ここからでは無理ですな。遠隔操作は不可能。フェイスは手動でしか起動できなくなっております。正確には元議長様なら遠隔操作ができたのですがね。こなたとしたことが早まったか。仕方あるまい、誰かを向かわせるか。揺れてる。何が起きてんだ。夏、見て。剣だ。それで鎖を切れるかも。フェアリーテールに侵入を許すとは。エルザを使うか。人間どもには人質という手が有効だ。待ってたぞ。捕まえたわよ。そなたらどうやって。ロウ、エルザはどこに。随分と可愛がってもらったからな。たっぷりと礼はさせてもらうぞ。ミラとエルフマンはどこだ。エルフマンというものは知らない。ミラというものなら二層上のラボにいる。もう手遅れかもしれんがな。私行かなきゃ。ナツ、お前も行け。ここは私に任せろ。わかった。なんて勝つだ。リサーナ、先に行け。ここは俺が。分かった。ミラネーたち助けて戻ってくるよ。やはりここまで来てしまったんだね。分かっていたけど。ここはゼレフ書家タルタロス、僕の本が住む都。ゼレフ。このギルドは僕が作った悪魔たちによって結成された。タルタロス、別名ゼレフ書家。ギルド自体は僕が作ったわけではないよ。マスター END が作ったらしいね。 END、 イグニールが殺そうとしてたやつだ。殺せなかったの間違いだよ。だったら俺が倒す。親父の意志を継いでやる。君にならできるよ。ただしこれだけは忘れないでほしい。イグニールには殺せなかった。ああ、僕の作り出した最強の悪魔 END。 君も選択を迫られるだろう。生かすか殺すか、選ぶのは君だ。僕はこれで失礼するよ。待てよ、意味わかんねえよ。タルタロスは僕に会うためにこんなことをしている。それを僕の方からのこのこ出てきたんじゃ、興ざめというものだろう。僕にたどり着くのは君か END か。また会おう。何なんだあいつは。さっきの振動は何だ。フェイスの封印が解け、我々の城が反応した。まさかジェラールを。殺してない。だが封印は解けた。別の方法でな。貴様らの目的は何だ。大陸中の魔力を消滅させる兵器フェイス、そんなものを使って何を企んでいる。全てはゼレフの元に帰るため。
かかったな。これは魔法を封じる拘束具。呪法を持つ我々には何の効力もない。ゼレフの盲信職、我々はゼレフの愛によって記された書物、書物より生まれし者、ゼレフ書の悪魔。創造主を信じるのは当然であろう。信じる者は何でも構わない。だが決断するのは自分の心だ。人間には分かるまい。人間にも信仰はある。大切なのは自分を見失わないこと。考える力、逃げない勇気、歩くのは自分自身だ。フォトンスライド。エルザが地面から出てきた。みんなどうなっているんだ。これはフェイスの封印が解かれた。止める方法を見つけるんだ。わかった。私が行くわ。私も行きます。フェイスに命令を出しているところがあるはずです。あの大きい球体、地図みたいですよ。見て、ここエルザが言ってた通りフェイスの封印が解かれたみたい。どうしよう。この魔法陣を使ってまた封印できないのかな。ダメね、完全にロックされてるわ。動かせない。あれ、ここには現地での手動操作じゃないと起動できないって書いてあるのに起動してる。これフェイス発動まであと41分。41分、あとたった41分で大陸中の魔力が。どうしよう、どうしよう、みんなに知らせなきゃ。うわ、落ち着きなさい、ハッピー。ここを壊してもダメ。起動も解除も現地のみです。みんなに知らせている時間はないわね。私たちで行きましょう。早くフェイスを止めないと大変なことになるわ。もう大変なことになってるんですよ、お嬢さん方。時間がない、隙を作って脱出しよう。ルーシー、ベンディ、ナッツさん、ウェンディ、時間がない、行って。逃がしませんぞ。行け、ウェンディ。目ん玉野郎、俺が引き受ける。ナッツさん、はい、ありがとうございます。フェイスは、どこにあるのかしら。って形も大きさもわからない。どうやって探せばいいの。落ち着いて、集中して魔力を感じるの。向こうから行ってみよう。なんだこの小さいのは。ふざけんな、強化のやつ。これじゃ腹は膨れねえ。俺にこんな仕事を押し付けやがって。タルタロス、こいつがフェイスを起動させたのね。本当に暴れちまうぞ。俺の呪法は全てのものを切り裂く両刀、天下五剣鬼丸。
動まであと5分。さすがにこんなに近づくとすげえエーテルナノ濃度だ。臭くていけねえ。だがそのエーテルナノが魔法を滅ぼす。大陸中の魔力を奪い、俺たちの呪法が世界を支配する。お前はその前に粉々に砕いてやるよ。だこの猫は食っていいのかよ。やめて、お願い。いやー、ウェンディ、空気、美味しい空気。フェイスの近くに漂う高濃度エーテルナノ、これが混ざって私の体内に入れば、もしかして私も夏さんみたいに。あ、なんだ。あんなに臆病で弱々しかったウェンディが。ズマル天竜の射撃。ウェンディ、もう時間が。分かってる、これで決める。ターン、やっ、天竜の波下ろし。完璧。私はこの空間を支配してるんだ。無駄なことを。俺の妖刀に切れないものは。ほんの少しでいいから、夏さんのような力を私に。滅竜奥義召喚、天空。しない未来の余地、正確には検索したの。いくつも存在する未来の可能性の中からフェイスが発動しない未来を見つけ出した。確か未来の私はここの魔法陣をこうやって動かして。すごい、シャルル本当にすごい。
これで私たち、ここまでなの。この先の未来は真っ白、もうないの。どういうこと？誤解しないで、メイスは止まる。この文字に触れば、触ったらメイスは自爆する。つまりね、私たちも助からない。私思うんだけど、魔法がなくても生きていけると思う。ダメだよ、みんな戦ってる最中、今急に魔法が使えなくなったら。そうよね、ウェンディ、爆発の範囲が予想、予知もできない。できるだけ遠くへ逃げて、ここは私がやるから。何言ってるのよシャル、ダメだよ。お願い、生きて、ウェンディ。ダメ、シャルルを一人にはさせない。早く逃げなさいよ、起爆できないじゃない。やだ、私たちはずっと一緒なんだ、ずっと。ウェンディ、もう飛ぶ力も残ってない、逃げられないのよ。分かってる、私だってもう動けない、遠くへは行けないよ。どこにも行かない。私たちの冒険もここまでだね。でも楽しかったよ、ずっとシャルルと一緒だったから。ここを触ればいいんだね。一緒にやろう、一緒だったもんね。また友達になってね。当たり前じゃない。のおかげでフェイスは止まったみたいだけど、まだミラさんも探さなきゃいけない。ここにいる奴ら全員ぶっ飛ばさねえと気が済まねえしな。バカな奴らですわ。私たちには負けも死もないのです。我々は何度でも蘇るラボがある限り永遠に再生できる不死者でありますぞ。魔力が消えてない。フェイス計画は失敗したのか。やむを得ん、無理やりに起こすか。マスター END を逃げるつもりか。ここはそなたに任せた。妖精を殲滅せよ。言われるまでもない。最高の舞台で会えたな、エルザスカレット。ミネルヴァ、我が名はネオ・ミネルヴァ。悪魔として転生したこの力、見せてやろうぞ。
ごめんね。悪魔因子はもともと持ってるの。サタンソウルを使うためにおかげで復活しちゃった。エルフ兄ちゃん、その者は捕まえてませんよ。気をつけて。こいつ人を操る。私もエルフ兄ちゃんもこいつに。下がって、ディサーヌ。エルフマンというものにはギルド爆破の命令を出しましたが、しかし誰一人殺せなかった。私の失態、強化様の前で恥をかきましたわ。あの男のせいで私の物語が破れていく。この恨み、姉の命で償わせる。あなたが私の兄弟ね。へえ。急げ、急いで復活させろ。あのガキ。エゼル様、今は戦闘中ですが、しばらくお待ちください。こちらも再生お願いします。あのガキに代償を払っていただかなくては。復活？余計なことを言ってはなりません、ラミ様。それは厄介ね。じゃあまずはここを壊した方がいいってことね。あなたにそれができますか？簡単よ。うわっ、何これ。まずどうやって。テイクオーバー。あなたがここに来るまでにこの触手みたいな悪魔全部支配下にしておいたの。悪魔を吸収する力だから、あなたにはマクロが効かないというのですか？お互い様ね。悪魔であるあなたを吸収できれば私の勝ちだと思ったんだけど、私のテイクオーバーもあなたに効かないみたいね。メールス、私のリミッターを解除せよ。自分に命令？あなたのマクロ、一度支配下に置いたものを遠隔操作できる。いいね。さっきの脱力感はこれか。彼の能力だけをテイクオーバーして。だから、こう命令したの。無駄だ。我にマクロを実行できるのは我のみ。エルフの家族のそばに来て。エルフ兄ちゃん、姉ちゃんを守る。やったね、ミラネ。エルフ兄ちゃん、リサーナとエルフマンがいてくれたからよ。リサーナ、すまなかった。操られていたとはいえ、お前を。エルフ兄ちゃんが悪いんじゃないよ。それに助けに来てくれたじゃない。そうそう。それにこれからエルフマンは私の操り人形だしね。え？冥王マルドギール様、敵の力は予想以上のもの。フェイス計画は失敗し、エゼルとフランマルスが落とされました。
セイラとヘルズコアムだ。そんな、ここはもうマスターを。それはできぬ。マスターを蘇らすためには呪力が足りぬ。この魔力を消し去らねば END は復活できんのだ。その魔力を消すためのフェイス計画が失敗しているのです。見えてないな。対局が見えておらんぞ、強化。それは点だ。一つの点に過ぎる。マルドギールは完全なる策略家。フェイスの崩壊も対局的に見れば点の一つ。何の問題もない。直にこの世界の魔力は消え失せるであろう。おっしゃっている意味が。強化、我々は何だ。ゼレフ署の悪魔、エーテリアス。目的は？マスター END の復活とゼレフの元に帰ること。人間とは？虫以下の存在です。貴様は人間を捕らえて遊んでいたな。マルドギールは不快に思う。虫けら以下の生物で遊ぶ部下の姿を。心得ました、ご教授、ありがとうございます。人間ども、対極的に見れば何の問題もないが、我が庭を汚されるのは好かんな。アレグリアを使うか。アレグリア。侵食、生贄、死と再生、絶望と希望。愚かな種族だ。このキューブ自体が巨大な監獄なのだ。プルトグリムの体内という名のだ。アレグリアを逃れた者が一人だけいるだと。確率にして約10億分の1。なんたる強運。いや、冥府に一人残された強運か。何これ、どうなっちゃったの。タルタロスの諸君、アレグリアにより侵入者どもは一掃した。フェイス計画は予定通り進行している。侵入者を一掃。それにフェイス計画はウェンディが阻止したはずじゃ。だがどういうわけか、アレグリアを逃れた人間が一人残っているようだ。その人間を殺した兵に結番の旧鬼門の称号を与えよう。旧鬼門が殺した場合はマルドギールが褒美を与える。以上。なんかよくわからないけど、みんな無事だよね。信じるしか。見つけた、人間だ。なんや、あの時の女。ちょうどええ、借りは返させてもらう。私だけでもやらなきゃ。なんてな。まだまだもっと痛むってやる。まだ死んだよな。一撃で殺すんじゃつまらんわ。絶対に負けられない。みんなを助けるまでは。開け、砲兵宮の扉、アフェリアス。アフェリアス。はっ。よく聞け、ルーシー。あいつらを倒すには精霊王を召喚するしかない。精霊王？代償召喚術。一つの金の鍵を壊すこと、精霊王の扉を一度だけ開くことができる。金の鍵を壊す？私の鍵を壊す。そんなことできるわけないじゃない。誰
誰かを犠牲にして誰かを助けるなんてできない。これしか方法はない。絶対に嫌。いつまで甘えているんだ。もう会えないなんて嫌。大事なのは思い出か鍵か罪悪感か。違うだろ。仲間を救う力だ。精霊魔導士としての力だ。私の初めての友達。やるんだ。私の鍵を壊せ。私アクエリウスが大好き。やれルーシー。開け精霊王の扉。今まで世話になった。ありがとう。さて、古き友よ。精霊王か。冥王。まさか精霊王を召喚できる者がいたとはね。愛も変わらず、その本を抱える姿、実にふさわしい。これは END の魂、タルタロスそのものだよ。何を企む冥府の王。察しはついているだろう。我々は END を復活させゼレフの元に帰る。そんなことのために古き友は傷つき倒れているのか。そうだ。そんなことのために古き友は涙を流しているのか。いつかの決着をつけよう精霊を。古き友の覚悟と契約により友の敵を駆逐する。来い。よう貴様を許せ。何をしたって言うよ悪い。もう甘い。バク。何、水のバリア、アクエリアス。魔力がみなぎってくる。アクエリアスの魔力を古き友の力へと変えた。精霊を。さて、古き友よ。はい。そなたに星々の導きがあらぬ。ありがとうございます。アクエリアスも、今までありがとう。ルーシーキリーク。バクラセイ。涙はいつでも流せる。今は仲間を助けるために戦うんだ。お願い、いっけバク。ウルスインパクト。スタホール。だっや。天を開き、あわよくすべての星々、その輝きをもって我に。
姿を示せ。テクノリブラス、我は星々の支配者、アスペクトは完全なり。荒ぶる門を解放せよ。全天88世ウラノメトリア。全天88世照らす星明かりの無限ヤラクシアブリード。全方面攻撃、近くにいる召喚者まで殺すつもりか。アレグリアを解いたのか。星の輝きに闇なる侵食を払い立てまつる云々を滅する役は古き友達に託す。ワルドギールを足止めするつもりか。この裏に人間どもに向けられるということを忘れるな。私がみんなを。カリューのゴーラン！なんだか知らねえけど、助かったぞ、ルーシー。待つ。一旦引くぞ。ギルドに戻って立て直す。エルザ、私。よくやった、ルーシー。今は休め。うん。エルサメ、引いたか。アレグリアのおかげで水を差されたが、次こそは必ず決着をつけてやる。